はい、バットレッドローゲームチャンネルです。ベスターズ対ロッテ、プロ野球スプリッツやっていきたいと思います。オープン戦ですね。ただの対戦なんで、ちょっと遊んでみようかなと思います。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こんな感じでね。試合開始前は選手のどのような、まあ、ベスターズはほぼね若い選手2軍、まあ、去年2軍にいた選手をね中心に集めていました。こんな感じでいいかなと思います。で、小村ですね。登場曲はちょっと分かんないな。小村の登場曲は分かんないな。一応今年戦力外を受けた選手もね入れてんですけど、そうですね、まあ、ロッテはちょっとね1軍にしましたけど、もうど真ん中。なるほどね。はい。一応コンピューターの強さ強いにしたんだけど。3球目は何で来るか。お、なあ、やっぱ恩義のは落ちますね。落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。大きいの、大きいの、大きいの。さあ、そしてバッターボックスには福田が入っています。うん、彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。まあ、遅らせるか。バントしました。小村一塁へ。あら、こっちは早いね。さらにピンチになりました。下手だな俺。お、ショーボー、ショーボー、中村、どういうバッターなんでしょう。ランナースタート、キャッチャー二塁投球する。熱く燃えろよ、ショーボー。これで一気に2点取れるチャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。おー、いいね。これはちょっとのけぞらせて、のけぞらせてもあんま意味なさそう。さあ、5球目は何か。あー、ダメか。フルカウントになります。さあ、これで決まるのか。打ちました。これはどうか。ああ、抜けた。センターに抜けました。バックホームする。ああ、やっぱ。サードランナーホームイン。まだワンアウトも取れてないって。センター前のタイムリーヒット。井上誠也。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。うん、そうですよね。コースとしては悪くないんですけどもね。立ち上がりを攻められましたね。あれ取ったらよかったね。ゴールデングラブ賞。そして打席には井上が入ります。さあ、なおもピンチが続きます。ララ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 ラ。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。さあ、井上誠也。なるほど、そうですか。振ってるね。ララララララって。あ、それは平沢大河の映画か。あれセンター桑原。タッチアップ、サードランナースタートを切る。まあ、これは1点入るよな。サードランナーホームイン。マリンズ強い、ね。マリンズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。LOTTE。おお、ロテ。1点ビハインドとなりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。お、レアードだ。初球は何から入ってくるか。ファーストランナースタート。ああ、盗まれてるね。完全に牽制するのは盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。すっかり、全くその通りですね。すっかり忘れ捨てらんないの。ファールになります。まあ、あまりレアとああいうファールの仕方しないけど。おお、ジャストルッキング。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。打順は6番マーティン。マーティンが6番か。2点を失っています。さあ、先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。インサイド落ちました。キャッチャーフライ。山本優ですね。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかし、この回マリーンズ先に点を取りました。桑原松橋でいいんだ。マリーンズ先制です。変わりまして西さん、やはり、まあ、こういうオーダーにしたんですね。ピッチャーのボールを何球か見ると調子というのは分かるもんなんですか。ああ、西野か。すげえ、まあね、ね、西野先発で使ってきた。まあ、でも、後々ね、スピードが。あ、桑原、飽きれるほど願った夢だから、強く強く挑んでゆける、その先へ、もっと先へ。最初は変化球持ってきました。ストライクです。チャンスはきっとやってくる。うん？なんだっけな、二軍の上かどうなの。あっという間にきっとやってくる、チャンスを呼び込め、ゆけくわはらさ、フェンスオーバー、勝ったわせくわはら。
切れていきます。ファウル。ツーストライク。なんかそんなに確か2番の上かそんな感じだったけどね。アウトコース。次が5球目。ミートポイントでかくした方がいい。これもファウル。勝てるかなこれ。なったって久しぶりにやるからね。ああ三振か。ワンアウトです。ほらね君は一人じゃない涙こらえる紡いだ日僕らが君の隣で。さあ歓声切り裂いて運べスタンドへみんなの夢乗せて午後列号待機勝ったは成績ね。ああいいね歓声切り裂いてコーペスタンドへみんなの夢乗せて高校列号待機うちに持ってきました。ストライクが入りません。まあここは1球見逃した方がいいんだよね。まあやっぱり入れてきますね。さあ関根待機。おおーすげえ関根待機ああいう打球打つか頭を越えました。二塁へ送球。まあ強振して打つバッターではないですけど。ああなんて素敵な日だ。幸せと思える今日も、夢破れくじける今日も、ああ諦めずもがいている。狭い広い世界で奇跡を歌う。さあ伊藤由紀也いい送球をするキャッチャーなんで。スイングはいい、ね、走りにくいかもしれませんね。おそうですね切れましたファウルボール。伊藤由紀也でもバッティングフォーム似てるね。赤バットも使ってるし、ね、そうですね、まあ、まあこの人もなんか中日の平田選手のようなタイプのバッターになりそうだけど。2アウトになっています。さあ次4番はバッターはエビナ。エビナあジャニートゥザスターズジャニートゥザスターズ、ね、エグゼルの銀河鉄道を 3-9 使ってるの。背番号61だから中川大志がつけてた背番号か。切れていきますファウル。4番にしましたけど、ね、変化球を振らせました。なんか手術したんだってね。怪我してると思わなかったの。なんか1軍でホームラン打ってたっけあれね。スリーアウトチェンジ。ダメか。やっぱ追い込まれたらミートでバックしてやんないとダメだ。角中さあ戦え角中勝利へ導け栄光の時を目指してだっけな。さあ2球目は何か。角中ノーステップの方になってるけど追い込まれてからノーステップで打つんだけどずっとノーステップ。引っ張った詰まりながらもライトへ。ここはフライになっています。上がりすぎました。関根大輝ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている田村。男田村まずはワンアウトを取っています。打ちました。ああフォークで抑えてる。取りました。1塁送球アウト2アウト。バッターは9番に入っている藤岡。有形富士岡雄大夢見たその先。ノーボールワンストライクです。さあ藤岡雄大この選手打ち取ったらいい、ね、ああデッドボール。デッドボール、うん、完全にすっぽ抜けです。あ大きいのララ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 ラ駆け抜けろホームまで麦野高橋。一塁送球、いいね、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、マリーンズ、次はヒューマからですね。2対0、マリーンズがリードしています。まあ、こんな感じでね。今しかできないことをやるだけやって息の済むまでどうせやるなら遠慮なく思い切ってサンデーマンデー中でウェンズデーサーズデーバイデーセタで一日経ったの天気も限られた時間の中で今しか。さあヒューマン打てよヒューマンライトスタンドまで
ここで打て打てよヒューマン、レプトスタンドへ、カットアバセヒューマン。確かニューはそんな応援歌だった気がするんで。ボールになります。さあヒューマン、ここで打ってくださいって声援が飛んでますね。なあヒューマン、ダメか。最後は空振り三振に倒れてしまいました。打つだけとかね、取るだけだったら申し分ないんですけど、同じ空を見上げておりま ます。心を一つに歌おう、貫きたい願いがあるなら。さあ知のわね、期待の選手ですからね。結構すごいバット振り切るんだよね。空振りするにしてもね、しっかりバット振り切るんで、切れていきます。ファウル。いい選手なんですよね。ノーボール2ストライクです。さあ3球目ね、西野から打ったらすごいよ、自信になるって。まあゲームの世界だよね。さあ好投手打てるか。ああ、ファウル。さあどうだ。もう行きましたね。ツーツーピッチ平行カウント。さあ6球目は何か。さあどんな感じで。お、なあ粘りますね。さあ7球目は何か。お、なあやっぱレアードうまいね。バッターは不確かなまま始まる、今日は変わらない、いつも通り顔を洗ってってような。確かそう、バニマの登場曲使うのは知ってんだけどね。今どの曲使ってんのか、バニマのなんていう曲使ってんのか分かんないけど。初球打ち。お、ヒットになった。おーい、山本雄大ヒットだ。お、あの日からずっと今でも胸を照らす。やばいヒーローっていつの間にかなんか背番号42になってたね今年ね。全然俺気づかなかったもん。開幕直前まで気づかなかったから、ね、これ背番号7でもよかったような気がするんだけどね。いいボールですね。なんか選手、あの週刊ベースボールのね選手メーカーに書いてあったんだけど、ヤクルトの坂口選手憧れの、ヤクルトの坂口選手に憧れて同じ背番号にしたって書いてましたね。7番でもいい気もするけどね。おお。さあこういう感じで、あ、やっぱり石川はいいバッティングします。ビッグボーイ総大修羅エイハイアスタディストンダフィーリン。さあ広木だね。はい、百瀬ひろき、ひろき、かとばせひろき、百瀬ひろき、ひろき、それかとばせひろき、かとばせ、百瀬、ももちゃんかとばせ。ボールになります。ああ、ももちゃんもね、戦力外通告になっちゃったからな。もう横須賀で、あの、女の人が、ももちゃんかとばせってね、打席入る前に言うんですけど、聞けなくなっちゃうんだ。っていうか、まあ、今年はね、コロナウイルスの影響で、声出せないんだけどね。さあ4球目は何か。お、いいね。低めのボール。さあ追い込みました。お、ああ、いい打球だったのにね。追いつくことはできません。ここでももちゃんがヒットったら、ね、盛り上がったね。ベイスターズ2者残塁です。ため息に包まれた横浜スタジアム。さあ福田周平どうしようか。小村まだ投げさせようか。バッターボックスは2番福田。いやー、先ほどお打ちました。痛烈な打球伸びていく。どうだ、福田周平打ちますね。ホームラン、ソロホームランが出ました。ベイスターズその差を3点に広げられる痛い。この人もね、あのオープン戦首位打者、一時期首位打者で調子良かったんですよね。4月オープン戦ね。でもコロナウイルスの影響で6月開幕になっちゃってね。でシーズンは結構ちょっと調子崩しちゃってね、なかなか打てなかった。っていうかさ、あんなに力いっぱい
バットフル選手だったかなって、空振りするにしてもなんかね、力いっぱいバット振ってるイメージがあったんでね、なんか考え方が変わっちゃったのかなって。僕はねソフトバンクで見てた福田周平さんはね、なんかもうちょっとね、あんな柔らかいっていうか、そんなあんな力いっぱいバットを振らないでヒットを量産してたバッターって感じがするんですけどね。川崎宗理もそうだよね、あの代理アメリカから帰ってきたから、ああいう風になんか力いっぱい振るようなスタイルになっちゃってね。中村翔吾出しちゃったか。お、井上聖也。ララ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 ラもうちょっと牽制した。でも中村翔吾さんもね、盗塁しなくなっちゃったよね。2018年確か盗塁39位してるんですけど、あ、ジャストルッキング、まず一つアウトを取りました。ピッチャーの状態、まあこの回で終わりかな。小村君はね、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね、ワンアウトランナー一塁です。スライダーでどうだ。さあ走りやすいカウントになっています。走りやすい、インコース詰まりました。この打球はピッチャーが自分でフライ取りに行くってわかんないんだけど、2アウトです。バッターボックスには6番マーティン、マーティン先ほどの打席はファウルフライに倒れています。2アウトになっています。走ってきた、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。走ってくるか。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくる。中村翔吾さんも走らなくなっちゃったもんな、今年も。藤岡雄大も結構ね、2018年は走ってた、14盗塁、ね、確か30回盗塁、はい、勝負かけて14盗塁、結構ね失敗率も高かったんだけどね。打ちました。でもそれでもいいからね、なんか走ってほしい気はするんですけどね、藤岡雄大。ソロホームランで追加点を挙げています。3対0、マリーンズのリード広がっています。あ、桑原からですね。呆れるほど願った夢だから、強く強く挑んでゆけ、その先へもっと先へ。空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、どういう感じか。本当にいいボールいっているようです。お、なあ、ダメか。あー、ボール低めは外れました。さあどんな感じか。あ、ファール、またファール、またファールって。お、なあ、粘るね。でも45球投げさせてるからね。低め外れました。お、平行カウント、ツーツーピッチ。なあ、また三振か。フォークだ。ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。ここでも三振してんの俺。この歌が君と届く、その日まで僕がずっと完成切り裂いて運べスタンドへ、みんなの夢乗せてここで突破待機、勝った成績ね、完成切り裂いて過去ベースタンドみんなの夢乗せて高校レッツゴー待機、勝ったは成績ね。お、あ、さっきもなんかライトの頭越えたよ、ツーベースだった。お、お、今日2安打。おー、いいね。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁です。
あーなんて素敵な日だ、夢破れくじける今日も、あ幸せと思える今日も、夢破れくじける今日も、ヒットでランナーを一塁に置いています。諦めずもがいている、狭い広い世界で奇跡を見た。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですね。おなー惜しい。そうですね、もう糸雪は、ここは走ってこないんでしょうか。いやか、ミートカーソル大きくしないで行った方がいいのかもしれませんね。変化球を投げてきそうなタイミングはどんな感じか。あーなるほど。おあー惜しいね。入れましたファールボール。次が6球目。いや、おお、ペイオフピッチだ。3-2。ストレート、際どいところを見極めました。スリーボール、ランナースタート。打ちました。あー戻るか、いけるか。おおいいね。おおいいね。おザギャラクシーエクスプレス39なんとかなんとか。じゃあニートゥザスターズ。銀河鉄道39あれはちょっと難しい、ね、何が起こるか、自分を起こすか、踏み出す一歩が鍵になる。さあ迷ってないでオープンザドア。さあヒューマン打て打てよヒューマン。ライトスター、おおこれいいんじゃない。ああ惜しいね。おおおヒューマンあった。ああいいね。おー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 、横須賀ベイスター、夢を追いかけるほど。3対2になりました。1点差に迫りました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を縮めます。いいね、やっぱヒューマですね。まあ、ここはこのまま勢いをつけたいですよね。おーいいね。点差に詰め寄りました。6番バッター篠、あの日絵がいたよね。おい求めてるな、いい形で打線がつながりましたね。まあ諦めてたまるか。この調子で追い上げていきたいですよね。篠くんはなんかその登場曲使ってない、なんていう曲だかわかんない。お2球目打ちました。この辺りはどうか。おお篠くん持ってる。これは1・3塁にしたの。チャンスを広げていきます。確か生も始まる、今日は変わらない、いつも通り顔を洗って鏡の前また。なんだっけな、そんな曲だったよ、そんな歌詞だったような気がする。期待しているでしょうね。はい、さあこのチャンスレフトへ。あ山本、おおすげえ、山本優だよ。った三塁へ送球する。サードランナーがホームに帰ってきた。エタソンの腕エデーとかなんか、なんとか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 それゆけ雄大とか、そういう応援歌だったんだよな2軍は。ここでね一気に攻めたいですね。この回3点を奪って同点にしています。いいね。さあそしてバッターボックスには石川が入っています。あの日からずっと今でも胸を照らす山ひろ、うん、燃えろ熱く君に託された夢とか、跳ね返せグラウンド新しいヒーロー、かっ飛ばせ石川。多分リズムは違うけど歌詞の言い方、歌い方は違うと思うけど、なんかそんな歌詞だった気がするんだよね。しかし今回ベイスターズ上打点が入りました。でピッチャー変えようか。じゃあね、藤岡だね。はい、サムライソー泣きたいよ、無門サムライソー。で、藤岡か。ベイスターズ同点で迎える4回です。あーいいですね、ストレートに力がありますね。さあ戦え角中勝利へ導け。おツーベースか。甘いか、ボール、甘いボール投げすぎたか。まあ首位打者だもん、2012年と2016年の首位打者だもん。
パリーグ首位打者。そして打席には田村が入ります。さあ勝ち越しのランナーを背負った場面です。ララ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 ラ、ストレートですよね。はい、高めストレートからバントしました。あーっと掴んでアウト、入れることはできませんでした。さあ藤岡雄大、これが初球、初球ボール球です。ボール先行です。この子のいいね。次が4球目、なんか投げミスしてるのかね。なんかビックリマークついてるけど、シンカーでどうだ。インサイド打った、ボテボテのサードゴロ、抑えた。まあこういう感じですね。1塁アウト、ランナーは変わらず2塁です。大きなだ。いい形でアウトが取れましたね。1回ボール球投げといて、あ、外角張ってたか。駆け抜けろホームまで、荻野、あー荻野に当てちゃった。今日2個目のデッドボール。あー痛めました。あー今帰っちゃった。あー申し訳ない。重いんでしょうか。交代のようです。ここでマリーンズ、岡ひろみだ。申し訳ないね。ファーストランナーに入ります。さあそしてバッターボックスには荻野がいるいないでね、だいぶ違うからね。影響力があるからね。抑えないといけないバッターですね。さあなおもピンチの場面。福田周平、ライト線、福田周平打つの。この打球はどうだ、切れるか。深いところフェアになった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。マリーンズ勝ち。すごいな、この辺いいバッティングだね。勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。このゲーム中盤、こういう感じで打てばね、力いっぱい満振りっていうんですかね、力いっぱい振らずに打てばね、普通に活躍できる選手だと思うんだけどね。さあ中村翔吾、このボールは見送るのが精一杯。次井上誠也だから大きく外れてボールです。内への変化球は空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ああ、これが5球目。ここでインハイ。ああやべえ。デッドボールです。またデッドボールだ。うん、ピッチャーはちょっと苦しくなってきた。厳しいか。打順は4番井上。これで満塁ホームランなんて言われた。さあ勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。外のボール打った。あれ、ああ、後ろに下がしちゃった。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。あららら、わあ井上誠也。ファーストランナーもホームイン。マリーンズ追加点、7対3。ベイスターズなおもピンチが続きます。うん、抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。ちょっとね、点が入りました。球場が甘かった。広げられています。しかし井上誠也打つな。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。さあレアード、さあこの場面で打席には5番のレアードが入っています。まあ、ファウルになります。どうしようかな。これは内へ外れます。いいボールもあんだけど。これもファウル。さあ5球目は何か。大きく枠を外してきます。こんな感じで。うわ。打った。大きな打球になった。レフトバックする、バックする。あら、落として。ツーランホームランが出ました。あららベイスターズ。あ、じゃあ寿司ポーズ見れんだ。重い一発を浴びました。ベイスターズ追加点を許します。見てみるか。9対3。結構打たれてんの。取れました。見事なホームランです。やっぱコンピューターの強さは。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランを打たれています。あ、パフォーマンスなしか。入りました。リードを広げられています。なんだ。バッターボックスは6番マーティン。とりあえずこのイニングは投げてほしいね。同点にしてもらってすぐ高めのボール。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。よし、最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。あ、6点も取れちゃったか。DeNA ベースターズ。ビッグボーイ、そう、来週のエンドイン、ロスト、デンスト、ナビーレイン。さあ、モーちゃんかっ飛ばせ。引っ張った。これはどうだ？おー、いいね。先頭バッターモーちゃん、いいね。ノーアウトランナー一塁です。呆れるほど願った夢だから、強強挑んでいる。その先へ、もっと先へ。桑原、これが自身いいですね。お、席で待機。ほらね、君は一人じゃない。涙こらえうつむいた日々も、僕らが君の隣で。完成、キリーサイベースタンドにみんなの夢乗せてゴーゴーレッツゴー待機。カットの席で完成切りさえ見て、運
こうベースターズの、おおいいね、今日関根3打、関根待機。セカンドランナーホームイン、ああこれは無理か。1点返しました。 DeNA ベイスターズ、伊藤幸也、宇宙間へのタイムリーヒット、9対4ベイスターズ、ウェビシギン、ララ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 ラ夢のその先まで、ネバーチューン、トラクトがそんな、お伊藤幸也打った、おーすげえ、伊藤幸也打ったよ、すごいね。初球でした。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。どういう気を、うん、中日のね、平田選手のようなねバッターになってくれればいいなって思ってるんですけど、見せてくれました。これで2点差まで詰め寄りました。さあこれが反撃ののろしとなるか。すげえ、西野投手から打った。いや手応えあったんじゃないですかね。これで2点差と縮まりました。ああジャクソン、ここジャクソンさんいいのか。まあ少年開幕版だもん。ジャニー・トゥ・ザ・スターズ、ジャニー・トゥ・ザ・スターズ、エビだ、あそっか、岡がセンターやって、今しかできないことをやるだけやって、気の済むまでどうせやるなら遠慮なく思い切って、サンデーマンデーチューズデーウェンズデーサーズデーファイデーサタデー、一日経ったの天気予報は限られた時間の中で、ここはフライになっています。おすごいね、ジャクソンが自ら取りに、ロフトの窓から星が見える、なんちゃら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 って、去年そんな登場曲使ってたけど、あこれヒットに、シングルヒットだ、これでマルチヒット、不確かなまま始まる今日は変わらない、いつも通り顔を洗って鏡の前、また苦笑いとか歌詞全然違うだろうけど、なんかそんな感じだって。ああ、はい、ノーボール2ストライクです。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。ワンボール2ストライク。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。変化球を投げてきそうなタイミングもあるのかもしれませんね。篠君、走力 B なんだ、あんまり盗塁って感じはしないけど、盗塁するのかもしれない。粘るんで、三振か。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。次4点返して、ランダー戦だね。ベイスターズが追い上げを見せています。ピッチャー変えないといけないね。どうしようかな、この後の展開が全く読めないですね。進路を使うか。羽ばたいたら戻らないと言って、目指したの青い青いあの空。さあ初球は何か。さあ進路、インコース詰まりました。さあセカンド、フライになっています。おお取った、やっぱり石川だね。打順は8番田村、先ほど打席は石川武弘。ワンアウトランナーありません。すごいね、2軍最終戦ね、石川武弘さんのね最後の勇姿が見たいって言って、もうチケット完売したらしいね、2軍戦ね。まあ生え抜けだもんね。インハイ決まります。走攻守揃ってるもんな。でもファースト2軍でファースト今年やってましたけどね、ちょっとファーストじゃあちょっともったいない気がするよね。やっぱショート、セカンド、サード、内野、やっぱセカンドかな。ショートもやってたけど、セカンドだよね。で、センターもやってて、外野もやってたけど。センターもうまかったけどね。ああ、田村。バッターボックス、藤岡。先ほどの打席は、まだジャクソン投げんの。2アウトランナーありません。さあ藤岡雄大、初球ボール、
シンド、これはサイドスローだよね。シンドってサイドスローのピッチャー。飛びついて掴んだ。お、すげえ。おー、石川武弘。いいね。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしい。7番の石川が良かったんだけどな。42って。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。9対7。そのファインプレーした石川さん。サイレントマジョリティとかなんか曲使ってたやんね。まあ、歌えないけど。まだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですよね。もうあの日からずっと今でもしか知らないもんな。歌える曲ったらまだ歌える方で。全部歌えるわけじゃないけど、覚えてる歌詞ったらそれぐらいしかない。内へ低めに変化しました。あ、手がいいね。2ボール2ストライクです。お、あ、いい当たりだけどね。ビッグボーイ、そう、来週の ちょっと強引に打ちすぎて、呆れるほど願った夢だから強く強く挑んでゆけ、その先もっと先。スピードボールを持っています。さあ桑原、引っ張った。あ、ヒットかなこれ。内野安打あるか。1塁アウト、3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のランナーを置いて3番中村、ラストボールきっちりと捉えました。ベイスターズ先制。ここはカットしないで見ていきましょうか。荻野貴司だね。やっぱ荻野、一番荻野だとやっぱロッテは強い。ヒューマだ。あー、三振か。そこだ、1打席目空振り三振だ。ランナー二塁三塁のチャンス、しかし打ち取られてしまいます。同点のチャンスを逃します。あ、もしもいい当たり打ってんだね。3回の表、この回の先頭バッター福田、初球から狙っていました。ベイスターズ1点を追加されます。小村ね、せっかく途中でね入ってきたんだけどね、独立リーグでやられてたんだっけ。しかしベイスターズ去年入って途中入団で入ったよね。2塁3塁のチャンス、バッターは指名打者ヒューマ。ヒューマもね、今年下で3割打ってたんだけどね、1軍に1回も呼ばれずに戦力外通告。さらに続きます。山本雄大か。キャッチャー、ベスターズのキャッチャーも結構競争激しいからね。マシコっていう選手もいますしね、東っていうキャッチャーもいますしね。ロッテのあの東投手の弟ですよね、ベスターズのキャッチャーの東って。回は4回に入ります。得点圏には勝ち越しのランナー、藤岡投手も戦力外になっちゃったからな。もったいないね。ここで勝ち越されます。ソフトバンクの時も結構セットアッパーとかやってました。オリックスでも、オリックスので投げてた、まあ投げてたのかな、結構投げてたけど、オリックスよりもソフトバンクの方がイメージ強い。あ、これ俺の操作ミスか。結構並んだ戦で4イニング目、レアードに打たれたんだ。追い込まれてからの一発、ベイスターズ2点を追加されます。すごいね、一度に入魂って日産リーフ。ああ、そういうことね。ちゃんとした広告がある。4イニング、伊藤由紀が打った。すごい、3番バッター伊藤、その初球でした。ベイスターズ3点を返します。いいね、やっぱり結構ギリギリなんだよ。さあ岡博美からか。まだ進藤君に投げらせて投げてもらうか。さあ岡博美、初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。まあ井口監督もね、この岡博美さんね、
すごい評価高いんだよね。そうこうしそろってるし、1億円プレイヤーでもおかしくないっていうぐらい評価が高いんですよね。そうですね、これ打率2割5分ぐらい打つようになってくるとね、かなりのバッターになりますけどね。ああ惜しいね。それを拾って先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。あ、去年14盗塁企画して13盗塁か、盗塁成功率高い。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど。かわし早いからね、絶対的な足の速さがあります。一塁牽制セーフで、3回目牽制はないだろうと思って牽制を一塁はセーフ。初球は何で来るか。あ、やっぱしてくるか。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。やっぱそっか。これでアウトを増やさずにチャンスに持っていきましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。外角狙ってた。さてバッターボックスの福田、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。なかなかコントロール、そうですか。ボタンの仕方が悪いのかな、俺。いいところに決まってますよね。はい、変化球が決まっています。フルカウントです。さあ、さあ、ダメか。ここでフォアボールを与えました。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい、中村勝負。これ以上離されないように注意したいですよね。さあこの場面でバッターボックスには3番の中村が入っています。もう一回。コントロールがね、ボタンの仕方が悪いのかな。切りました、ファウルボール。むしろスライダーで左中間へ。ここはフライになっています。うわ、抑えてワンアウト。まあこういう感じか。ボールは中継、ワンアウトランナー二塁一塁。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。やっぱり1回またぎって難しいね。ここは警戒です。井上先生のタイムリーの結果をチャートで振り返っておきましょう。よし、これもまた、でも併殺打も狙いやすいところなんですよね。初球は打ち。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。あ、振らないね。調子のいい時の井上誠也さんだ。調子悪い時も結構なボール球を振っちゃうからね。まあ次はボール気味に来るでしょうね。まあ、井上誠也さんがね、打たないとやっぱりね、引っ掛けないようにしたいですね。始まんないからね。そうですか。1番荻野貴司、4番井上誠也っていうのが一番理想なんだけどね。うちのボール打った、いいところに上がっている。この打球はフライになっています。掴んで2アウト。いい打球打つね。1塁とかあっています。さあ、そしてバッターボックスにはレアードが入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。おー、レアード。2球目は何で来るか。おお、こういう感じ。これが3球目。ストライクを取ってこれで追い込んだ。振り遅れてるような、遅れてないような。で、おお、ジャストルキング。三振でピンチを切り抜けました。ランナー出ましたが、関根大輝から、ね、得点はありませんでした。9対7、マリーンズがリードしています。まだジャクソン行くんだ。ジャクソン分かりやすいな。ここの歌が君に届く、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。僕はずっとベイスターズビハインドで迎える完成キリストイにて箱ベースタンドへ、みんなの夢に乗せてゴーゴーレッツゴー待機。アウト、ワンアウト。バッターは3番伊藤。ああ、なんて素敵な日だ、夢破れ幸せと思える今日も、夢破れくじける今日も、諦めずもがいている狭い広い世界で奇跡を歌う。おお、すごいね。2打席連続ヒットだ。打球が速すぎてシングル。ジャニーとザスター、ジャニー・トゥ・ザ・スター。前の打席はヒットになっても初球打ち、これはどうか。おお、いいね。
海老名、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。今しかできないことをやるだけやって、気の済むまでどうせやるなら遠慮なく思い切って、サンデーマンデーチューズデーウェンズデーサーズデーファイデーサタデー、一日たったの天気を、はい、限られた時間の中で今しか、はい、ストレートが決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。打てよヒューマー、ライトスタンドまで、ここで打て、打てよヒューマー、レフトスタンドへ、カットはセーヒューマー、ハーフを、おおお、食らいついて、バックホームする、ライト前ヒット、これでマルチヒット。どうしようかな、キャッチャー繋がりましたね、いいと思いますよ。同じ空を見上げとリーバー、ま、おお、心も一つに歌おう、おおお、ずる抜きたい願いがあるなら。さあ2球目は何か、バッター見送りました。さあ篠君、ボール先行です。2ボール、おお、すげえ、同点だ、これで同点だ、すげえ、追いついた。そしてセカンドランナーも三塁回って、今一応延長なしに設定してるんだけど、9対9、試合を振り出しに戻しました。さあ同点にすごい試合してんな。もう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。試合は振り出しに戻りました。いい感じで打ちましたね。さあそして打席には山本が、代打出しますか。さあチャンスが続きます。まあここは、じゃあ益子君にして ね、 勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですね、はいはい、ボンバースティ、アイランカボンバースティ、ボンバースティ、いやノートはボンバースティ、ボンバースティ、ボンバースティ、アイランカボンバースティ、ボンバースティ、ボンバースティ、いやノートはボン、ボンボン、テレテレテテ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 テ、そんな投手曲使ってたと思いますけど、ツーボール、ボールになります。さあ3球目は何か。お、おお、すげえ、代打で結果出すなんてすごい。これはに、あ、これアウトだな。ああ、よかった。おお、すげえ。お、石川だ。石川武彦。さあ代打の一振りで勝ち越した場面をご覧いただきましょう。いや、本当に期待を裏切らないバッティングを見せてくれますよね。ここで勝ち越しに成功。おお、ヒューマン帰ってきた。このまま流れを保っていけるんでしょうか。さあそしてバッターボックスには石川君の恋にグラス合わせとかって相川七瀬の曲も使ってたな、登場曲。なるほど、おお、石川武弘まで打った。おお、やっぱマーティンすごい、ね、ビッグボーイ、そう来週のエイハイハスマーティンスタンダーキーリン。おお、いいね、モモセも打った。三塁送球はどうか、サードランナーがホームに帰ってきました。いい、ね、ベイスターズ追加点を挙げました。ちょっとがっかりしてますね。これでリードは3点となりました。ピッチャー変えるんじゃないの、変えないかな。タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。試合はすでに中盤戦、ここでまずまず呆れるほど願った夢だから、強く強く挑んで行ける、その先へ、もっと先へ。インサイド落ちました。あ、切れていきます、ファウル。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。そうですね、引っ張った、これはサードライナー、三塁はセーフ。バッターボックスには2番ほらね、君は一人じゃない、涙こらえうつにいた日々も、僕らが君の隣で。さあ完成切り裂いて、まあ、ベスタンドへ、みんなの夢乗せてゴーゴーレッツゴー待機、勝ったわ成績ね。おっ、あー、何や、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。すごいな、20安打持ってんだ。じゃあピッチャー変えましょうかね。じゃあバッターも細川さんをね使って、まあ関根さんもね、要は打ちまくったんでいいでしょう。でピッチャーをね、
あ、看板にしましょうか。これから7回、はい、ボロボロになったって昨日の自分は負けられない。さあ赤は去年も結構下でいいピッチングしてたので防御率も結構ね1点台だったような気がするんだけど、でもったいないなって、案外欲しい球団ありそうな気がするんだけどね。トライアウト受けるのかどうか分かんないけど、どうなんでしょうね。インサイドレフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。うん、そっか、ああ飛んだし、回守備が変わったところに飛びます。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。おー、最初はボール、次が2球目、これでおお、またデッドボールしたらアウトになっちゃう、ね、もう3回ぐらいデッドボール当ててるから、ね、低めのボール入りました。これはやばいよね。高めストライクになります。ツーボールツーストライク、スローカーブ投げてみるか。ど真ん中にエイってやったら空振し、おお、ジャストルッキング。バッターボックスは8番田村、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。調子良くない。うん、そうですね。ツーアウトランナーありません。来年 FA だよね。田村がいなくなったらな、あの手もやばいな、キャッチャーね。ファウルになります。でも柿沼っていうキャッチャーもいいキャッチャーだからね、競争だよ。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。あ、これはいいね。ワンバウンドヒットになりました。田村、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー一塁、打順は9番塩海雄大。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。でちょっと形勢を挟んでいて、次が3球目。ああ、いいね、いいボールだね。ストレートに力はある。ああ、ジャストルッキング、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。12対9、いいですね。 DeNA ベイスターズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。あー、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクルアンダー達成となります。夢やのにくじける、幸せと思える今日なの、夢破れくじける今日の思うべ。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。レーオンレーオンレーオンとかって、そんな工場曲使ってましたよね。大空高く舞い上がる君が放つ打球に足に行ったの勝利が今、うん、足に行ったの勝利が今、なんとかになるとか、なんかそんな曲だったり、二分の上かそうだったり。でもすげえツーランホームラン、大空高く舞い上がる君が放つ打球に足に行ったの勝利が今、すぐそこにあるか。なんかそんな二軍、二軍に見に行ったときはそういう登場曲、あ、応援歌だったけど、ね、細川聖也です。今しかできないことをやるだけやって、気の済むまでどうせやるなら遠慮なく思い切って、サンデーマンデーチューズデーウェンズデーサーズデーファイデーサタデー一日たったね、両側は限られた時間の中で今しかない。ノーアウトランナー一塁です。生きていくんだ、それでいいんだ。ああ、これダメだ。あ、内野フライじゃなかったもん、ね、ボンバースティー、アイランカー、ボンバースティー、ヘイヨ、ボンバースティー、ニアドント、ボンバースティー、ヘイヨ。あ、6、4、さあ、ツインキリングだ。しかしこの回ベイスターズツーランホームランで得点を追加しています。さあ、岡博美、岡博美からか。あ、人生は素晴らしい物語、あなただけのストーリー、たった一度きりだけの手で上がれ。さあ、清田清田清田、ちょっとすっぽ抜けた感じです。
ゴキヨタキヨタ全力で飛ばせゴキヨタキヨタ全力で走れララ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 ラ今こそキヨタ行くヒロ高めに持ってきました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。キヨタあんなノーステップじゃないけど、あ一応足上げて打ってんの、ああ惜しいね。ボールを拾って、おうまいね、ゴールデングラブ賞取れる。あ、福田周平。好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。インサイド変化球決まっています。外角に張ってきたか。得意のボールでストライクを取りました。もう一球チェンジアップいってみるか。インサイド打ちました。ああ、すげえ。一塁間を破る。もう猛打賞どころ。これで4打数4安打の固め打ち。固め打ちか、4打数4安打だと固め打ちって言われるんだ。アウトコース決まってストライク。さあ中村翔吾さんですね。いいボールですね。はい。でちょっとケースを挟んでおく。ノーボール2ストライク。一塁はセーフ。チェンジアップ。インサイド打ちました。これうまいね。進塁だ。2アウトになりました。で井上誠也。まあベイスターズとしては大量リードで余裕があると思いますけども、ラララララララ、しっかり抑えないといけないですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。どういう感じか。スライダー逃げていく変化球、ね、手を出してしまいました。すぐに追い込みました。カットになります。カットしますね。調子いい時の井上誠也さん。高めのボール、これはどうだ。ああ惜しい。セカンドの右抜ける。三塁を回っていく。いいの上、いいの上、いいの上、14対10、すごい試合。14対10、ベイスターズ、その差は4点。これで、ああ、センターフライ。ここはフライになっています。これは平凡なセンターフライ。しかしこの回、マリーンズ、点差を。次。あの日からずっと今でも先ほどの打席はライトへヒットを放っています。初球時おおいいね。スリーベースいっちゃう。一塁決定、二塁に向かう。あでもマーティンだから無理か。これで3安打猛打賞。ビッグボーイ総来週の AI オンスターティングスタンダービール。モモセヒロキヒロキカットオバセヒロキモモセヒロキヒロキそれカットオバセヒロキカットオバセモモセ。ああやめ。ワンアウトランナー二塁と変わります。残念だな。もう呆れるほど願った夢だから強く強く挑んで言うけど、その先へもっと先へ。ああちょっと攻撃が淡泊。君の悔し涙はいつ髪を結ぶ。胸を張れる日まで走って行け。大し限りないパワーを感じてるから、大し華麗なスイング見せてくれ。カットバセクスモト。さあキレてますよね。キレのある変化球、いいですね。際どいところに決めてきました。あチャンスの場面振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。さあピッチャー変えましょうかね。ついに最終回を迎えました。ピッチャーを変える。誰にしようかな。打席には6番バッターマーティン。桜井にしましょうかね。ララ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 インフルエンサーとかって、インフルエンサーってね使ってますよね。マーティンか。あいいボールだね。147キロ。マーティンパワーええか。ワンボールツーストライクです。でまあパワーがパワーは C ぐらいじゃないかなって思うんですけどね。ミートがもうちょっとあってもおかしくないかなって感じ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。いいね、投げ切ってるフォームがいい。ワンボールツーストライクです。阪神にいた井川圭みたい。
スライダーいろいろ持ってんだね。低め外れました。さあ、じゃあ力のあるスタート。おー、いいね。バッターボックスは8番田村。さあ、男田村。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。おはおすごいカーブの仕方、ファッンとカットの仕方だ、ね、まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。インコース打ちました、いい当たり。あー、終わりだね。あー、終わった。これで終わりだ。まあ久しぶりにね、プロ野球スピリッツで遊んでみましたけど、まあこういう感じでね、今日は打線に助けてもらったと言えるのではないでしょうか。すごい打たれたと考えれば、今日のような展開もありますので、次はしっかり抑えてくれることに期待したいと思います。まあヒューマ選手もな、百瀬さんもね、もう見れないのか。一方のマリーンズですが、内野手僕好きなんですよね。なんでもう見れないのも寂しいね。赤間投手もね、あの振りかぶったね、ああいうまあ、インドアップで投げるピッチャーってかなり減ってきたんでね、寂しいですね。小村さんも、小村さんも10月にイースタンリーグ横須賀見た時投げてたんでね、まあいい時見れたかなって感じはしましたけど、藤岡投手もね、藤岡投手も投げてたな、そういえば。まだね、できそうな感じしたんですけど、引退されたね、引退されて2軍のコーチになりましたね、投手コーチだったかな。なんでね、まあちょっとね、寂しいんだけどね。石川さんもいないしね。まあこういう感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。